はい、皆さんこんにちは。グローカルのわさです。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍されている人、もしくはいた方の生の声を発信していくようなチャンネルになってますので、もしこの動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、早速始めさせてもらいたいんですけども、はい、今回は国際協力の中でも JICA 海外協力隊出身 で今観光とかマーケティングプロモーションに業務を行われている倉林さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけど、倉林さんの自己紹介をいただいてもよろしいですか。はい、倉林元樹と申します。91年生まれで今年31歳ですね。東京出身でずっとサッカーとかバンドとかを学生時代はやってました。よく面白がられるんですけど、東京農業大学の造園科学科っていうところ出身で、自分なんか絵描いたりとかデザインとか景色とかが好きだからそこ行きたくて、高校も付属なんですけどそこ行ったんですけど、竹垣作ったりとか雑草買ったりとか芝の種類覚えたりとか、その辺に街路樹とかも葉っぱ見ただけで何か言えるみたいな、そういう勉強好きでやってたんですけど、新卒で旅行ガイドブックの地球の歩き方を出版してるダイヤモンドビッグ社に入社して4年働いてました。でマーケティングプロモーションの部署に4年間で、地球の歩き方、日本人が持って海外に遊びに行く時の業務も全般と、あとはインバウンド、海外から日本に遊びに来る主にアジアの方が当時は多かったんで、アジアの方向けに現地語で情報発信をするインバウンド業務とかも半々ぐらいでやっていました。で4年働いた後会社休んで、当時は青年海外協力隊、今は JICA 海外協力隊現職参加で参加して2年の任期だったんですが、2020年の3月にコロナウイルスの影響で協力隊全員一時帰国っていうことになって、任期が残り3ヶ月ぐらいの時に私は1回日本に帰ってきて、幸い観光マーケティングってインターネット経由でもできること多いので任期全うして、その後会社に復帰をして、その後地球の歩き方に一旦戻ったんですけど、転職をして今はまた雑誌とかウェブとかのマーケティング関連の会社にいて働いてます。なるほど、はい、ありがとうございます。まず最初なんですけど、はい、JICA 海外協力隊に参加するっていうところもあったんで、そもそも国際協力に興味を持ったきっかけが聞いたいなと思ってるんですけど、はいはい、そもそも国際協力に興味ありました？ありましたね、まあ、なきゃいかないですよね。まあそうですよね。ちなみに何がきっかけだったんですか？分かりやすくなんか見てとかではなくて、もともと地球のやり方もそうですけど、はい、海外とか日本以外の部分、文化だったりとか社会だったりとかも含めて触れるきっかけが多い仕事をしてたのもあって、海外で働いたりとかすることには興味があって、国際協力ってそれの一つの選択肢だし、はい、途上国とか発展してないところが好きでよく旅行も行ってたりもするし、あとは協力隊自体は小学校か中学校で授業で習った記憶があって、 ODA とかも勉強するし、知ってはいたし、当時地球の歩き方では JICA さんからお仕事いただいてて、 ODA に関するプロモーションとかも一部お手伝いさせていただいたこともあって、当然身近だったし、周りに旅好きとか大学の同期とかも国際農業開発学科とかあって、隊員 OB とか隊員に行くっていう友人とかは結構周りに身近でいたので、その辺は全体的な影響から一つの選択肢として青年海外協力隊は自然な選択だったかなという感じはしますね。なのでこれがきっかけっていうのがなかなか難しいですけど、まあでも海外ってところは漠然と思ってて、はい、その後就職先として地球の歩き方の会社に入るわけじゃないですか、はい、そこって具体的にどういう業務されてたんですか？入ってから結局協力隊行くまで4年働いてるんですけど、はい、もう一貫してマーケティングプロモーション関連ですね。ちなみに地球の歩き方、僕の中では、はい、本のイメージなんです。はいはいはい、あれを実際に編集してたようなイメージなんですか？本当にちっちゃいコラムとかを少しやったりとかはありましたけど、基本は編集は編集部がやっていて、あの本の中で自分のクライアントさんのご希望を叶えたりとか、プロモーションにあの本を活用してもらうとか、そんな感じですね。そういうことか、はいはい、実際その業務を行う時に倉林さんの担当している地域みたいなのってあったんですか？あったけどあまりこだわってなかったですね。実際海外とか行かれるんですか？ああいう時出張もありましたね。海外出張もありました。どこ行くんですか？自分は初めて行ったのがタイ・バンコクでした、ね、でもそれはインバウンドの仕事でした。それめちゃくちゃ気になるんですけど、はい、僕のイメージで地球の歩き方は日本の方向けに海外で渡航するために使ってもらう本を提供しているようなイメージが強いんですよ。そうです。でもインバウンド向けにもなんかやってたんですね。今でもやってます。グッドラックトリップっていうサービス名で、でも知らないと思いますよ。だって日本人向けに作ってるサービスじゃないから。
に。ちなみにそれって言語って中国語とか英語とか、もうすっげえバラバラなんですけど、ちょっと現時点では分かんないですが、当時は5、6カ国語とか結構ありましたね。ちなみに書かれてる内容は基本的にはどういう内容ですか？日本のこの県に行ったらこういうところが面白いよみたいな感じで書かれてる。まあそんな感じですね、ガイドブックなので。なるほど。4年間地球のやり方で勤められてたじゃないですか、はい、その4年間の中でどれぐらい出張って行かれるもんなんですか？いやー、それ本当人によりますね。取材はあれだけ出してるので頻繁に行ってて、自分は年に1回2回、国内出張も入れるともう数回増えたかなぐらいでしたかね。なるほど。その4年間働くじゃないですか、はい、でその4年働いて JICA 海外協力隊行くわけですよね。 JICA、はい、海外協力隊に4年経って行こうと思った理由って何かあったんですか？本当たまたまですね。たまたま4年目だったっていうだけですね。もともとじゃあ協力隊には行きたいと思ってました？行きたいと思ったのも遅かったですね。社会人で言ったら3年目ぐらいの頃だったと思いますね。へー。特にきっかけはなく？きっかけはこれは結構はっきりありました。行きたいと思った要請があったからですね。その一本だけです。協力隊になりたいというよりはこの要請やりたいって感じでした。じゃあ結構 JICA 海外協力隊の要請一覧みたいなのって結構見てたんですか？いや、たまたまですね。すげえ。いや、本当にそれは縁だったというか。そうだったんですね、うん、当時は春と秋で2回ね募集があったと思うんですけど、それを出るたんびに毎年見てたわけでも全然なくて、受けたのが17年とかになるのかなの春だったと思うんですけど、本当にたまたまですね、その時に募集が始まったんだぐらい。よく広告とかも JICA さん出してるじゃないですか、電車とかウェブとかで。さっき話したようにもともと興味とかはあったから、本当に友達のインスタを見るぐらいの感覚で見るわけですよ。募集してるんだ、もう俺なら観光だなとか。サッカーとかバンドもやってたから、サッカーとか音楽もあるのは知ってたので、一応見るだけ見たりした時に観光で行きたい要請があったので、これはやりたいっていう感じでしたね。なるほど、うん、じゃあもうそこで踏ん切りつけて一旦休職して参加しようと、はい。あ、でも給食に関してはすぐ決まったものではないので、すごく応援を会社がしてくれた結果給食できたっていう感じで、こういうものがあって自分の気持ちも話して、でもう辞めたいわけでは全然なくてみたいな話をして、まあ応援してもらえた結果給食できた感じですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっと具体的に、先ほど観光とおっしゃったと思うんですけど、どこの国でどういう要請内容をするのかってところはちょっと次の動画でお話ししようかなって思ってます。今の動画では国際教育に興味を持ったきっかけから、JICA海外協力隊と関係ない話になりましたみたいなところをちょっとお話しいただきますけど、次の動画では JICA海外協力隊何してるのかというところをお話をお伺いしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。